なんかウエットの張り方が今回雑なんだよ。ウエットの張り方が今回雑なんだよ。はい、ああ、場所をちょっと止まってますか。まだ上がる。そうだ。はい、ストップ。そこでエンジン、サイドをガーッて引いて、ギアローに入れて、エンジン切っちゃってください。あれボタンの止め方分かった。あ、ボタン直してればいい。まあ、こんなもんでしょう。まあ、俺的にはこれぐらいでも十分なんだけど。でこれ以上のとこ行かないですよ。これ場所を見といてもらって、ええ、でスタビ外すとこれぐらい上がれるか。何本ナットがあるボルトがあるんすか。6本。1と3本で3本ってスマートじゃないですか。ほら、はい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 、上がりましたね。もうちょっと前行っちゃっていいんだ。ガーッて引いてもらってギアローに入れてエンジン切ってください。俺もどこまで上がるのに。俺のより上がってる。ちょっと気持ちいい。鉄道さんの満足感が俺のより上がってますよ。こっちが、あっちが上がってるじゃないでしょ。え、そうそうそう、俺のこのぐらいでいける。俺のこのぐらい確か運転してる。これ初めて言えなかったら見えたんだよ。あ、ちょっと入ってますよ。多分それでもいいの。うん、考えるね。こっちはロックかかってるから、もうこっちは固定になっちゃってるんで、フェンダー内側に当たってるから仕事してるね。あ、本当だ。だからそこで規制かかってるから、八の字ももう潰れてるんで。仕事してるから、あと仕事しますよ。八の字バンプが、八の字バンプ買わなくて。ありがとうございます。隙間とフェンダーの、うん、まあ、柔らかい、うん、ついてるじゃないですか。こういうのも、ダイレクトに引っ張ってもらうと、こういう時に風ついてるね。こういうところが当たる場合は、ちょっと叩いて、こっちに入れたりとか、何気に、こう見ると。